こんにちは、ねんねんです。こんにちは、みなみです。はい、はい、今回はなんとダイソーさんからめっちゃ可愛い新商品が出たので、それを紹介していきたいと思います。レッツゴー。それがちょっと中身は見えないけれど一緒見ただけで超可愛いです。やばい。じゃあ早速紹介していきます。はい、まず一つ目がじゃん、ミルクって書いてる。なんだろうこれは。かわいい。なんだろう、トラベルビニールポーチストロベリーって書いてあります。めっちゃかわいい。これは超かわいい。透けてる。何を入れたりするのがいいんだろう。ちょっと透けてるので見えても大丈夫なようなかわいい映えるやつを入れたらかわいい。絶対インスタ映えです。うん、かわいい。で、透明のバッグとかハマってるんですよ。ポーチとかめっちゃかわいい。同じ商品の紫もありました。かわいいですね。こちらはスイートって書いてあります。アイス。次がこちらです。これがこうで、多分全部同じ感じのやつで揃ってるんですけど、クリアホルダーですね。おー、 A4 サイズ。なんかポケットが5個入ってるらしいです。開けます。え、すごい、かわいい。たくさん入る。こんな感じでなんかね、結構仕切りがあっていろんな種類に分けられそうです。分けられる。じゃん、これは貯金箱ですね。これも同じ種類のやつです、かわいい。めっちゃかわいい。これにお金を貯めて旅行に行きましょうこれね、飾っとくだけでもすごいかわいい。こういう感じでここに飾ってても全然いける。全然いける。次、じゃん、ニールペンケースパステル。これも透けてます、かわいい。透けてるのやっぱ流行ってるのかな。で、これとこれはさっきのミルクとスイートです。こっちはね、お花となんか水色のなんかです。スイート透明で可愛いです、今なんか白いやつが入ってるけど透明です。で、次行きましょう。お次はじゃじゃーん、これはパスケース。ダイカットパスケースって書いてあります。後ろにね、ここのカードを入れるポケットと、ここにも、何入れるんだろうな、小銭とかかな、電車乗るときに必要な小銭とか入れたらいいかなって。切符とかなくさないので、これなんかジップロックみたいな感じでなってて、こんな感じ、なんかこうねパチッと塗るんですよ。小銭が入ってても落ちないような感じになってます。これがキーホルダーみたいにできるので、カバンとかにつけれるかなと思います。すぐ取り出せる感じ。はい、じゃあラストいきます。じゃん、ツインマーカー水性ペン。おお、これはね2本セットで入ってるんですけど、エンジョイ。すごい、左右でね違う色になってるんですよ。こっちはオレンジと黄色で、こっちが薄いピンクと濃いピンクになってます。こっちは緑と紫。こっちは黄色と青かな。かわいい。これすごい、この2本だけでも4色あるから便利です。描いてみようと思います。これで100円だよ。すごい、めっちゃかわいい色。かわいいぞ。かわいい、かわいい。はい、できました。終わっております。なんか全部ね、発色もいいね。あと細ペンになってるので、そうそう、数もちゃんと書きます。かわいいですね。かわいいですね。全部ね、あの100円なのでめっちゃおすすめです。これとか、これ100円ってなんかびっくりした、かわいすぎて。普通に300円ぐらいしそう、あ、ここ開くから缶を切るやつあるじゃないですか。それやなくてもここが外れるからめっちゃいい。ねねじゃ外れないから。あ、来ました、来ました。すごい、ピンクとね紫、なんかパステルカラー系の色で超かわいい。全部紹介したんですけど、お気に入りのアイテムありましたか。私はこれかな。お、これとか、あとはこれとか、めっちゃ可愛かったですね。めっちゃ、私はね、このパスケースいいなと思ったんですけど、ちゃんとカードも入って、ここにもねもう一個ポケットもあって、めっちゃ便利だなって思いました。はい、他もね全部可愛いです。可愛いけれど、私は可愛くて便利なやつがいいと思いました。これからね、新学期が始まると思うんですけど、それにも使える商品がたくさん出ているので、皆さんダイソーに行ってみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。バイバーイ。バイバーイ。メイベリンの新作リップをほぼ全色紹介していくよじゃあですね、3月の16日に発売されたリップで、こちらもうプロ、やったー、サガさんと見分け